俺と私カメラ部夫婦写真いやいっこ第16回目まんじゅしゃげ編です。はい、久しぶりですね。どうもご無沙汰してます1ヶ月ちょっと、はい、お元気でしたか？なんとか。そうですね、なんかちょっとねちょっと整体も通い始めましたねちょっとガタガタちょっとね暑さでガタガタ、ね、来てるかもしれないね。まあちょっと写真の方もね、はい、まあ撮るには撮りに来てたけども気分がそれほどね暑くて、はい、でまあちょっと涼しくなったんで、はい、もうすっかり秋です。うん、ちょっと今朝寒かったね。まんじゅしゃげといえば秋、うん、彼岸花です。そうだね、はい、まあそちらを今日は、はい、2人で撮ってきました。それを見せ合い1個しましょう、はいはい。で、まあ私たちが撮ってるのは、はい、もう本当、本当近くの、近所の、はい、近所の小さな公園の、 あの保育園の子どもたちがよく遊ぶような一角に、うん、2箇所4輪5輪、ね、雑草の中にこんな感じでね、はい、まあそういうところを撮ってき、はいはい、ました、はい。でまず私こちら、私はこちら、はい、ちょっとあの葉っぱが見えてますけど、うん、はい、これ何の葉っぱ？アジサイ？大きいからアジサイかな。多分そうだね。うんうん、まああのね、また編んだ今日で、うん、うん、普通、もうそれが普通。ね、なんかね、いや、あの他の方のハイキーな、うん、あのこう透き通るような綺麗なのを見て、あ、いいなと思うんだけど、なんかついあのマイナス3とかマイナス 2.3 でも明るいって感じてしまう、なんか目が悪いのかな、なんかまあね、やっぱりマイナスになっちゃうよね。うん、あ、このまんじゅしゃげは赤がやっぱり映えるのはバックが暗い方が、うん、それに雑草だらけなのでやっぱ明るいといろんなこうごちゃごちゃ見えちゃ そう背景に入ってくるから、ね、やっぱそれもあってもうほぼ、うん、あのマイナス 2.7 とか、うん、そのぐらいで撮ってます、うん、そうだね、はい。うん、まあ、これはねあの、うん、アンダーで非常に赤が綺麗に出てて、うん、ちょっと切り取ったんです、うん、そうだね、うん、これは現像前と後をちょっと比較してみました、うん、はい。まあ、あの現像前でもそのままでも良かったんだけど、ちょっとあの締めのを強調したくて、うん、少し切り取りました。若干切り取ってんだね、うん、であとこの上の明るい緑が気になったので、うん、ちょっとそれを切って、うんうん、あとやっぱり明るさは若干、うん、あの現像前よりも現像後で明るくしてんのかな、うんうん、やっぱちょっとあのあと緑が入った色味が好きなので、うんうんうん、ちょっと赤プラス緑で朱色になってる、うんうん、感じですね、うん、はい、はい。ということで、はい、次が俺の写真が、はい、こちらです、はい。あ、これですか？これです、はい。いいですね、つぼみをこんな風に撮るなんて、うん、ちょっとね、うん、あのまあさっきから私が言ってるように、うん、かなり雑草の中に埋もれてるんで、あのいかにその被写体をまんじゅしゃげにした時に、うん、まあ、そこがこう強調される構図っていうかね、うん、絵にするには、うん、まあどういう風にしようかなと、うん、でまあ雑草を逆に前ぼけ、うん、まああとは後ろは後ろにぼかしてやって、うん、でまあ花はまあ後からまた出てくるんですけど、うん、まあまずこのつぼみって結構好きなんですよ、うん、あのまんじゅしゃげのこの開く前のこの、うん、なんていうのこうボソッとしたこの、うん、なんていうのこの とんがった感じがね、うん、それがこう7、8個出てくる感じがなんか好きで、うん、結構、うん、なんかパッと見あの背景のあのつぼみの後ろの明るい緑がお月様に見える。あ、確かにね、なんかお月見してるような、うん、つぼみ、うん、
そうだね、あの葉っぱがねやっぱり明るい系の葉っぱが前ボケに使われてるんで、まあそういう感じでね、あっちの方は上の方は後ろの方の葉っぱだけども、まあそれはそれでね、あの逆に赤とのコントラストっていう意味ではいいのかなっていう感じかな。そうですね、なんかあの、まあ、雑草が多いっていうのを聞くとはすごい、あの前ボケ利用して、さすが。いや結構ね、花開いたやつもいいけど、このつぼみもね、あのかなり俺としてはいいかなと思って結構撮ってます、ということで、次私、はい、やはり雑草が多いのでで、あのよく写真家の方の花の撮り方でマンチシャゲも結構取り上げられてて、でついこの前もあの拝見したんですけど、やっぱ締めまで全部見せて、あの正方形とかで、なんか全部見せるのが正解みたいな感じで言ってる写真家の先生とかもいらしたんですけど、なんかあの普通に、あの見かける道端のあの雑草と一緒に咲いてるあのマンジュシャゲはこういう撮り方もありかなと思って、結構ね、しべも確かに綺麗だけども、このくるんとした、そうこの入り混じった、この多分これ花弁だよね、花弁も結構綺麗だよね、なんかね、こうなんていうの、こうルールのないこの巻き方っていうか、ランダムなね、あの動きっていうかね、結構なんか好きです、で、まあ後から俺もそれを、撮った感じのやつも出てきます、だからまあね、しべだけじゃなくて花弁もかなり綺麗かなと思って、で色が鮮やかだねこれね、さっきのに比べて、であの下に紫色の葉っぱのピンクの花つける、あの雑草花ね、がと緑、結構ね、あのこのバックの色と合ってるかなという気がして綺麗だと思います、次、俺の2作目がこちら、うわ、アジサイ、そう、アジサイの葉っぱの緑と、マンジュシャゲの赤を、まあ対比さした感じで、いやここはアジサイの時期も本当に何回も撮りに行って、もうあのちょっとあのすぐ横が、あの道、あの通勤で皆様こう歩いて、で、あまり見向きもされずにそこで2人写真カメラ持って、多分なんで毎朝なんで2人でカメラ持ってやってんだろうなって、みんなして見てるかもしれないけどね、そうで、私ちょっとね気になったのはこのアジサイの花が咲いててパチンって切られた茎、あるね、これね私だったら入れない、俺はあまり気にしなかったけど今気がついた、まあ、これは切っちゃった方が良かったかもしれないね、ちょっと切りたいな、で、まあ、ちょっと斜めにして、あのあまりしべが減らない感じで、そうだね、切り取りしたいですね、それは私先生の言う通りですね、そうですか、あの今度から気をつけます、いつから先生になった、もう前からそうですか、確かにね、ちょっとやっぱり目につくかもしれないね、俺は逆にねこのアジサイの葉っぱの、このなんていうのかな、プチプチっとした枯れた感じ、これがね、まあいいような気もするけどもどうかなとか思いながら、やっぱりあの季節の交代だから、別になんか私はそれはちょっとあんまり綺麗だと、そうだね、綺麗なよりはこうなんか季節、秋っていう感じがあるかな、俺のこの作品を現像前と現像後どんな感じになるかっていうのをこの写真で比較してみました、そしてこちら、ほぼ構図、いや、切り取りはしてない、してないよね、これでもここで切り取ってほしかったね、この茎をね、茎をね、残念、そこが現像前現像後で見れたらよかったのに、それはね言えるね、まあ、ほぼほぼ色の調整と明るさの調整しかほとんどしない、で、いやでもあの葉っぱのアジサイの重なりっていうか影が出たりして、
背景はあんまり変わらないね。いや背景はね若干やっぱり、うん、あの紫色が強調されてるかもしれないね、うん、まあ若干 あんまり変わってないか、うん、花の方が明るくなってる分、うん、逆にそっちが強調されて見えるかもしれないね、うんうんうん、まあこんな感じで、はい、まああんまり変わってばいしない現状なんでこんなの選んだいやまあまあこういうこともありますね。そうそうそう、はい次私の3作目いやい、ね、シネマチックだね。えシネマじゃないこれは。シネマチックって言うんだよこういうの。いやシネマ風にはしてない。あ本当、うんうん、どうしたの。えちょっとこうあの眠い時にまばたきしてもなんかもやがかかってるみたいな、うん、なんだそれこれあれだよね、うん、あのライトルームの、うんうん、あのプリセットのヴィンテージの7番ぐらいかな、うん、7番すごい好きなんだけど、うん、ちょっと緑入ってるのが好きで、うん、もうちょっとしべがあの前ボケで隠れてたりするんだけど、うん、なんかやっぱりちょっと前ボケで見えたり見えてなかったりとか、うん、なんかそういうのいいかなと思って、うんうん、俺なんかだとこういう風にこうやるときはトーンカーブで、うん、あのちょっと暗い方の、うん、あのところをちょんと左を上に上げてやるとこういう感じになるんで、うん、よくこういう風に、まあ、あのスナップ写真とかね、うんうん、よくそういう風にするんだけど、うん、花もいいねそういう風にするのもね、うんうん、なんかねやっぱりこのあのこの旬の花って、うん、ほぼ同じような構図、うん、同じような色合い、うんうん、だからなんかやっぱちょっと変化つけたいっていうか、うん、まあちょっと構図で変化つけたり、うん、色味で変化つけたり、うん、あのだからちょっと明るいのも撮ったりもしてするけど、うんうん、やっぱりちょっとこういう暗くて半分とか、うんうん、これね、うん、構図的には下に置いて、うん、上に空間がね残ってる感じっていうのは、うん、まあいいなと、うん、俺もこういう風に撮るんで。いやもうちょっと花を減らしたかったんだけど、減らすとしべの前ボケで隠れてる部分まで消えちゃうから、うん、まあこれでいいかな。いやそれやると逆にしべの上の空間が広すぎて、うん、あそう、うん、ちょっともったいない感じになる、うん、これでもちょ俺としたらちょっと多いかなと思うくらいだから。私のと多くてもいい。あ、本当、うん、俺はもう少しなんか狭めて、うん、あのでもこの葉っぱがね、うん、見えてるじゃない、うん、後ろっていうか背景のね、うん、これが見えてるのがいいよね、うん、俺はもう少しなんかくっきりさせたい方がいいかなって、葉っぱをね、うん、もう少しあの F 値上げて、うん、あの後ろの背景をもう少し際立たせるようなことも、うん、そうだね、 F 値上げるとあのマンジシャゲの花もそうだね、ピントが安くなるからね、うんうん、まあいろいろね、はい、F 値変えたりしてやってみると面白いかもしれない、うん、そうですね、今度やってみます、うん、はい、そして私の俺のやつがこれ、俺様はモノクロで、モノクロ で、うん、でさっきほらあの、うん、花弁、うんうん、これはどっちかっていうと、うん、あのしべを見せたいんじゃなくて、うんうん、花弁を見せたい、この花弁のこの入り込んだ感じ、うんうんうん、で最初はまあカラーでやろうかなと思ったんだけど、うん、花弁にこうシミみたいのがね、うん、2つ3つついてて、うん、なんかいまいち綺麗じゃないなと思って、うん、じゃあ白黒の方が、うん、まあ、逆にそういうのを表現してもおかしくないかなと、目立たなくなるよね、うん、で目立ったとしても、うん、なんか痛みがあるのって、うん、白黒だと、うん、なんかいいような感じになるじゃん、まあ味がね、そう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 。でもねモノクロだとこう左上の葉っぱ消してほしかったそうだね、そこはねちょっとね消すとまたバランスがね、いやでももったいない、そうか、これちょっと、あそうか、うん、残念、残念だね、残念でしょ、うんうん、ちょっと いや失点だね、うん、もったいないな、気をつけます。だから左消してもいいから右のしべをこのまま残して、うん、あの花びらない方がいい、うん、そうだね、うんうん、はい、わかりました次から気をつけますはい、はい、そして最後の私の、はい、写真がこちら、はい、次の日に雨が降ってて、うん、朝
行ったんですよね。水滴取りに。水滴取りにね、ちょっと水滴いっぱいで、でこれは、まあ、この前の写真と同じように、まあ、シネマチックっていうか、少しあのぼかした感じにね、ぼかしたっていうか色をね、あのね、いい感じだよね、これなんでこういう風にしたの？何が？こういう風にぼかしたの？あのくっきりした色じゃなくてこういうトーンにしたの？いや好きだから。あ、好きだからそうですか、好きだから。好きだから。あ、そういうことね。あのなんていうの、もっとビビッドに、もうあの結構してるんだけど、あなたがこれが一番いいって私は自分のは、いやでもね、いやいいと思ったよ。自分のはどれも好きで選べなかったから、ちょっと見てくれるって言って俺様に見てもらったらこれが好きだなっていやいや、だからどうしてこの色にしたのって聞いたの。いや、いろいろしたの。だからこれ一つどうしたのって言われても。そうか。まあでもこれはね、パッと見て印象的にすごい良かったもんね、ちょっと優しい感じだよね。あとね、前ボケが効いてるところが非常にやっぱりいい感じに見えてね、あのいいなと思って、まあ推薦したんだけど、まあでもいいよね、あの色落とした感じも、はい、はい、ということで最後、俺の写真がこちら。どうだ。なんか残念だね。明るい。明るすぎる。これさ、もう水滴全然目立ってないし、あの発光してるから花びらのなんか質感が出てないし、なんか怪しい、眩しくていいじゃん、いや眩しさ強調した写真。そうこれね、サムネイル狙い。あ、そう。でもあのほら、やっぱりここまでしべをちゃんと見せるんだったら、下の方のしべもあの先っぽまで見せてほしい。どういう意味？だから切れてるっていうことね。ああ、そうね。まあという話を先にしたんで、私は準備しました。あ、そう。やり直した。違う写真。違う写真。もうあのこの写真はしべをね、下の方切ってたから、こういう感じ。まあ若干しべを、まあ、最後まで。残した構図で、で明るさも少し、まあ抑えて。これはわざと右が空いてるの？これ。これはわざと右を開けて。ちょっと上からじゃないよね。上からだよ。いや上からだけど、斜め右側からだよね。ああっていうか角度が。ああ逆にまあそれはそれで、あれなんだけども、わざとこれは右に寄せた。あ、右を開けてるの。いや、右を開けてるのはわかるんだけど。なんか斜めってる、あその感じはあるね、いや上の葉っぱ2枚はさっきの方がいいねそうか、同じ花だけどね。いや同じ花だけど、構図的に。ああそういうこと、だからちっちゃくするとこういう風になっちゃうわけよ。ああ、なるほど。だからそこはね、バランスだよね。バランス悪いねそうか。いやあの冗談ですけど、いや結構本気だね。いやなんかあのすごく幻想的だし、なんか怪しい雰囲気。怪しいか、どこら辺が怪しい？右が空いてるのが。いやなんか後ろのマジサゲの下の紫が、なんかこう渦巻いてるようにも見えるし、なんかすごくこの 円形じゃない、この花がね。あ、ね、でこうなんだろうね、いろんなものに巻かれてるみたいな人間関係。そういうこと。まあね、あのこれ右を開けたのは、あのまあ右の葉っぱもあって、まあ、それもなんか絵になるかなと思って開けたんだけども、まあなかなか難しいよね、この空間をどういうふうに使うかっていうのは、ね、でも例えばこれのこの1枚タイトルをつけるとしたら、タイトル、今聞きました。 左向き左向き左向きそのまま左向き。私だったら何ですける？
沈黙私はそうだね、混沌とした世の中で、うん、みたいな、あるいはね、やっぱり個だよね、うん、一つっていうのをタイトルに入れるだろうね、複雑とかね、なんかこう入り混じってる感じ、後ろの花とね、うん、花っていうかあるとね、しかもカテゴリーがあの花だけじゃなくて葉っぱ、しかも葉っぱもいろんな、あの色調の感じ、だからこう、調和はしてないよね。そうかな、まあ逆にね、いっぱい情報がありすぎて、ちょっと整理できてないかもしれないね、前の方がもっと饅頭シャギがあって、で副題が葉っぱなりバッグの色だったりしてるわけども、これ葉っぱもなんか主役になりつつあるからね、ちょっとあの引っ張り合いっこして、まあバランスはあんまり良くないかもしれないよね、だから調和してないものの調和みたいな、混沌、混沌混沌っていう言葉が好きなのよ。あ、そうなの、なんかこういろんなものがあってみたいな、まあ、あのそういうことで、まあ饅頭シャギ一つ取るにしても、そのバッグとかね、周りのその葉っぱ、今回本当に雑草が多い中で取ったんで、まあそれをどうやってうまく処理するかっていうのが、まあ結構面白い、ね、面白い、なんかただ、あの綺麗な、あの風景の中の饅頭シャギを取るのもいいんだけど、遠いし行けないし、あのやっぱり身近なところで、そうだね、取れて、あの、すごい楽しみにしてたの。そうだよね、綺麗な花だからね、まあそういうことで、秋の花饅頭シャギ、2人で撮ってきました、ちょっと酷評しちゃってごめんなさい。いや全然そうだよ、気にしてないし、いや気にはしてないよ。あ、そう、このくらいで、まあということで、あのかなりね、やっぱり最近は私の技術が上がって、もうあのこれ直して、これどうして入ってるのとかね、言ってくれるからね、あのまあ面白いですよ、まあということで、また今度涼しくなってきたんで、またいろんなところ行って、まあお花とかスナップなり、まあいろんなね、バラも咲いてくるので、楽しみ、楽しみ、またあのちょっとまた期間は、あのなるべく空けないようにしたい。別に待ってない。あ、そうか、待ってないか、待ってるかと思って、俺申し訳なくてさ、申し訳なくないから大丈夫だよ、そうか、あのまあ我々のペースで、あの上げていきますので、もしお時間あれば見てください、今日は見ていただいて、あ、聞いていただいて、ありがとうございました、ありがとうございました、